びっくりした。誰だよお前、誰だよお前、スピノサウルスの罠の前でお前何やってんだよ。なんかお客さんいたわ。ちょっとついでだしやっちゃっていいっすか、ちょっとついでだしやっちゃっていいっすか、こいつ姉子こいつやっちまっていいっすか。ゲーミングレックス、確かに確かに、なんかゲーミングデバイスこんな感じのカラーリングしてるやつあるよな結構。ゲーミングレックスやることはない。何も Y1 で行くことはねえんだわ。これでいいんですよこれで。あーちょっと出ちゃったか、クソ。劣悪な旋回性能が災いしてるせいか、めちゃめちゃなんかあれだな、嫌な動き方しよるこいつ。一回こっち側まで離さなきゃダメだな。こっから離してで、なんとかまっすぐ行けるようにしよう。ここでそれかかんないの、それがかかんないの。よし、かかねえだったらこれでいいわ。ってかかるんかい、結局かかるんかい。オッケー、さあどうだこれ。命令は全く期待できんが、ステータス的にはまあなんでもないね、なんでもない。まあちょっと体力気持ち高いかなってレベル、でも決して高いわけではない、本当に気持ち高いかなってレベルで、いやーなんだろう、もう普通ですわ、普通のやつで、まあ一応本命があいつなんだけど、本命があいつなんだよね。あいつをテイムしたいから、うん、あいつをテイムしたいんだよね。エーペ一時期ソロあったやん、ソロ出たらまあいいかなって思ってんだけど、まあでもエーペは本当になんかモチベないな俺は。本当に見てて面白いなとは思うんだけど、やるのはちょっときついな。あと俺さ、近未来デザイン好きじゃないのよ、銃の。ああいうエーペックスとかタイタンフォールとかさ、あとその COD のブラックオプスみたいな、なんかああいうちょっと近未来チックな銃感じのやつあんじゃん、銃の造形、俺あれがあんま好きじゃなくて、まあやっぱそのなんだろう、こうレールインターフェースシステムが出始めてきた、いわゆる21世紀系の銃が好きだからさ、からうんっていう。ああオッケーオッケーオッケー。ダメ元で見るがメレー300とか言ってない、ダメか。まあ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 、いや体力8000とかいけばまだ希望はあったんだけどな。うん、いや本当にもう平均、本当になんかもう真っ平らだわ。親方、空からトロペオグナズスが親方、親方、空からコールベトロペオグナツスが、ちょっと待って、ピン誘う、ピン、ちょっと待って、あ、そっか、これ降りなきゃダメなのか。トロペ、間違えた、俺、なんで今、待った、親方になっちゃった、俺。やべ、間違えて、親方って打っちゃった。何やってんねん、俺。間違えて、親方って打っちゃった、俺。ちょっと親方ちょっと待って、親方行こう、待って、あ結構離れてんな、ちょっと待って、いや違う、罠はめしても無理、罠はめしても抜けちゃうから、ローカルだから罠はめしても抜けちゃいます、そして消えます。バリスタと鎖弾作れます、ってか鎖弾何発必要なんだ、あれ鎖弾何発必要なの。えちょっと待って、トロペ、待った。見つけたはいいけど、まずお前、俺、テイムする資格ある？テイムする資格ある？俺。
ちょっとトロペテイムするのありなんだけど、ありなんだけどさ、ちょっと待って待って、あのまず物資殿足りる、物資殿多分罠作る建材はあるんで、罠作る建材は あるある、罠は大丈夫、罠は普通に作れる、罠余裕ですわ、罠は余裕。ただ問題はバリスタ作れる金属ないよ俺。いやもう大正義エクスティンクション、まだ親方生きてるかな、結構準備に時間かかったけど、まだ親方生きてる、大丈夫か親方、空飛んでるかな親方。え、親方ってそんなデスポーン、親方ってなんで俺さっき、親方はいいんだよ親方は。そんなにさっとデスポーンするようなものかな。あ、いたいた、よかったよかった、まだいるまだいるまだいる、親方息災です。ここら辺はテイムの邪魔になるようななんかヤバいやつらっているかな。なんていい子なんだ、ここにパッと着地したぞこいつ、なんていい子なんだ。どういう出方するか分かんないから、とりあえず全部閉めるか。アルゲンだと出ないことは分かってるけど、一応全部閉めよう。ちょっと今日大げさに作ろう、少し大げさに作ろう。でバリスタ、鎖弾が当たりゃいいんだもんな、こんなもんか。これでぶち当てられるよな多分、要はこれでいいよね多分。でも高速攻撃とかを使ってくることを考えるんだったら多分この方がいいんじゃないか。よし入った入った、なんか違うの来た。よし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 、入った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 、よしオッケー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 。そしてなんかなんだ貴様、ディロフォサウルスは、そっかトロピオを襲うのか。あー食われたオッケー、出ないね出ないね、オッケー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 、出ない出ない出ない、よっしゃ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 。で、あとは鎖弾、よしよしよし、あれどこ行った、あ、ちょっとで、キブルをちゃんとセットしていくぞ、えい、どっこいしょ、オッケー、よっしゃ。で、これで上げると1個 39.5% ってことは3つか、3つ上げればいいんだな、よし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 。で、空腹になるまで待つと、あ、ごめんごめん、お前マジかよ、うわー殴っちゃった。ちょっと待って、一回撃たないとテーム効果確認できないか、これちょっと一回撃ってテーム効果確認しよう、大丈夫、鎖弾なんか いくらでもあるわ。え、え、おー 99.9% まだ大丈夫。やり直しになるのか、なるほどね、よかったリセットで、よかったわほんと。よしよし、ついに来た、ついに来た、行った、ついに来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 たぞ、ついに来た、当たり、あ、待って、これ当たるね、よしよしよっしゃー、よっしゃー、長かった、よっしゃー、来たー、トロピオグナトス、ようやく終わったやっと終わったテイム、よっしゃ。ちなみにステータスちょっとどんな感じなんだろう、ステータス、あ、こんな感じなのか、メレー 378? どうなんだろう、体力は2800か、意外とそんなにステータスは高いようなものではないのか、個体として、わかんないけど、なんかまたあれか、あのブラッドと同じようにメレーは300超えのやつか、手渡しで300、なんかテイム終わった後300超えてりゃ割といいと思うんだけど、とりあえず肉食わして、あの有効の証を、あ、そっか乗れるんだ、もうそっか、サドルなくても乗れるんだっけ、そういえば。おお、あ、すごいすごい、タペアルと同じだわ、操作性がめちゃめちゃいい。
ただあれだね、双眼鏡を覗くときちょっと、あ、邪魔にならんわ。そっかそっか、タペアラみたいに頭にトサカがないから望遠鏡とかも覗きやすいわ。いいね。あ、いいわいいわ、これはこれは素晴らしい。あのもう乗ってるだけでね、わかるこの素晴らしさ、乗ってるだけでわかるこの素晴らしさよ。よし、というわけで、見ていきますか。トロピオグナツスってか、まず色見よっか色。まあ、サドル市場、ちょっとサドル、これね、あのバルゲロから持ってきたやつね。バルゲロで、あのなぜかバルゲロでサドル、あのクレートからサドルが落っこってきて、でまあそれでね、あの手に入ったんで、まあこれをつけていこうと。やばっ、あ、これ降りた方がいいか。すごいなこれ。これがサドルなの、やばっ、これがサドル、これがサドルかい。ちゃんとあれだな、大砲の部分か、あれ手法のとこ持つんか、こうやって俺ちゃんと手法のとこ持ってるよ、ほら見てこれ。あ、持つんだ、すげえ。 M2、 あれ M2 重機関銃持ってるやつみたい。ブローニング M2 なんか握ってる時みたいな感じで、なんだっけ、トロペラとサドルなんか、あのガソリンを使わないとなんか最大限の力が発揮できないのと、あとグレネード、手榴弾を入れないとなんかこの手法撃てないんだよね、このブローニング M2 重機関銃みたいなやつ、これ撃てないんだよね。よし、じゃあ動かしていきますか。普通に飛ぶ分にはそんなにスピード出ないね、これ。ほれ。いや、マジでタペアラと同じ感じ。で、R2 がまあこれか、攻撃と。多分これがあれだな、つかみだな、この L2 の、これ。これ、よだれ垂らしてるやつ。多分ね、どうぞつかみじゃね、これ。あー、そっか、俺つかめない設定にしてるから、これつかめないのか。おお、つかめた。おお、つかめた。結構怖いなこれ。怖くねこれ。で、一応こうやって、あー、噛みつぶせると。メガロサウルスと同じだねこの辺りは。うん、ちょっとかわいそうなことした気がするけど、まあまあまあ、しゃあない。おお、おお、出た、戦闘機で、これで、おお、すげえ、あ、すげえ、なにこれ、アクロバティックすぎんだろこれ。え、ガチで戦闘機じゃんこんなん。え、ガチの戦闘機じゃん。あ、で、一応あれか、これ、スタミナ表示しないのね、これは。今、ガソリン積んでるけど、スタミナ消費しないのね。で、もう一回、おー、出た、すげえ、ジェット噴射した、来た、これが最高速度か。これ。で、この状態で、あれ、またアクロバティックできると。あ、すげえ、オーバーヒートしてる、すげえ。で、あー、なるほどね。なるほど。R3 ボタンで長押しすると、R3 ボタンで起動して、で、R3 ボタンを長押しすると消えると。で、ちなみにこの R3 ボタンを1回だけ押すとアクロバティックになるわ、こんな感じで。このあれ、スターフォックスのアーウィンみたいに。だからもう、あの、後ろからスターウルフが迫ってきて、そのスターウルフの機体をこうやってぐるんと避けて、後ろを取るっていう、この、あの動きと同じようなものができると。いや、あれだな、このジェット噴射とさ、ジェット噴射してるときと普通のときのさ、動きの落差が激しいね、これ。だってこれダッシュしてんだよ、これ、普通に今。これダッシュしててこの遅さだよ。だから、これがある分、ちょっと素の動きが遅いんだね、本当に。なんか、いや、これ、これすごいな、今までにねえわ、これは。これ、え、どうやって撃ちゃいいんだ、これ。おお、撃てた。おお、撃てた。なるほどね。ただ、ダメージ全然出てなかったな、あいつ。ダメージ出ないな。なるほどね。ああやって撃つのか。派手だね、結構。派手ではあるんだけどさ。威力低くね ?40 しか食らわなかったぞ、今。
で、トロペオグナツスといえば、まあこの戦闘機以外にも、なんだっけ、なんか破砕機の能力があるんだよな、これ。破砕機の能力。これを、あ、出た、ほら、先祖を表示ってところに、ほら、下にほら、グリンドってあるじゃん。ほら、工業用破砕機と同じことができるわけだから、でこれをこうすると。おお、ちゃんと素材になったね。で、なんかこの素材は、なんか、5分の 1? こう、砕いた素材に値するやつの5分の1の素材が返ってくるらしい。5分の1だったら、まあまあ、どうなんだろう。少ないのか多いのか分かんないけど。まあ、でも砕けないよりマシでしょ。だって、あの、工業用粉砕機のさ、作るコスト考えてみ。工業粉砕機作るコスト。バカにならないでしょ、あれ。作るの大変なんだから。で、さらに、ほれ、置く場所も困るし。今、俺、置く場所ないから、工業粉砕機なんか。だから、いや、すごいね、これ。便利だな、お前。なんか、俺はどっちかっていうと、なんか、これ、移動用に使うよりは、なんか、工業用粉砕機で使うことの方が多いと思う。多分、移動用は、なんか、多分、ローカルで移動するぐらいだったら、だけだったら、多分、トロピカルワイバーンでいいと思う、俺は。ちょっと。今のところはね。あと、ガソリンの燃費がちょっとやばいね、これ。今、ちょろっと飛んだだけなのに、もう8個使ってんだもん。ちょっと燃費がなっていう感じ。